ともです。本日の企画は鞄の中身紹介ではなく、これ彼氏にもし自分の鞄の中に男物が入ってたら彼氏がどういう反応をするかっていうドッキリを仕掛けていきたいと思います。めっちゃ仲いいし、お互い怒んないイメージあるから。あ、予想はどんな感じですか？予想はなんかスルーしそうだな。使ってるだろうと思われてそう。でも今回準備してるのが、ライターと男物のマックスから使って、結構グレーですよね。では早速、つけていきたいと思います。じゃあちょっと私の方で紹介していきたいと思います。出して紹介していきたいと思います。まずは、ね、はい、扇風機ですね、はい、あとはカチューシャ、カチューシャ、マスクいつも使ってるビショップポーチですね、はい、専用のカメラ、カメラですね、はい、いつも入れてますかカメラ？いや、今日は撮影するってなってて撮影したんですけど、いろいろはい、いろいろありました、本当に。はい、いろいろありました。いろいろありました。いろいろあったカメラです。最高ですね。あ、プレゼントしたとお聞きしてます。あ、そうなんですよ。はい。あれ？こちらは？ライターです。あれ？いつも使う？いいじゃん、別に。ライター、確かに使うイメージないけど。昔は起こしてたんですけど。あ、そうなんです。今も捨てない。捨てないけど、なんか入って、今日も暑かったんで日傘、日傘ですね、はい、いつ使ってる香水？香水、あ、なんどこの香水ですか？ディオールです。こればっかり使ってます。エアポッツ、エアポッツ、はい、めっちゃ荷物入ってますね。すごい、うん、めっちゃいいです。小物みたいですね、結構ね。うわっ、使ってた？うん、使ってる。いいじゃん、別に。何？ワックスです。ワックス、どこに使ってる？髪、髪しか使うなんて。うん、無理じゃない？いいじゃん、めんどくさいから。まあ、まだあるけど。どこ、髪のどこに使うの？髪に使うの？髪にしかないでしょ。撮影だからさ、ちょっと。うん。はい、次。はい、次。薬です。薬。サプリです。サプリ、サプリ、サプリです。香水、もう一個香水。めっちゃ持ち歩くんですね、香水を。なんか匂いと振りかけてます、どっちも。あ、鍵です。鍵、鍵入れてます。すごい、ポーチにちゃんと入れてる。そう、なくすから。で、2人は同棲してないんですか？あ、してないです。してないんですね。と、まあ日焼けのね、みたいな、ボディクリームみたいな感じ。あともう、ほとんどなくて、携帯、あと携帯、以上ですね。はい、じゃあこれで全部終わりです。はい、はい、じゃあ次、カバン紹介お願いします。はい、はい、カルトモです。今回はですね、ちょっと小悪魔アゲハさんの、ね、撮影に伺っていただきますが、よろしくお願いします。お願いします。と、今日撮影する内容が、はい、カバンの中身紹介になってるんですけど、はいはい、まあ、それが実は嘘で、うんともちゃんのカバンの中身に男物が あの私物が入ってたらどういう反応するのかっていうドッキリ動画を撮る予定なんですよ、はい、あ、そうなんですね。ちょっと協力してもらってテクドッキリをかけようかなと思ってて、はい、あのブチギレって欲しくて。おお、はい、あの、ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、ちょっと難しいとは思うんですけど、はい、ちょっとお願いします。はい、ちょっと、やっぱりさ、いつも入ってないじゃん。普通だからさ、めんどくさい、めんどくさいから、いいから、だりって一回止めましょうか、じゃあ話しますか。はい、じゃあ、
ちょっと私も抜けるんで、まあ、2人でちょっと話してもらって、はい、すいません、はい、お願いします。うん、ちょっとなんかすごい気になる。本当いつも入ってないじゃん。もう絶対男もんだし。あれどこ行った？なんか絶対男もんだし。しかも昨日さ、もう一回言ってたじゃん。強くない？そういうのダメだろ、俺。そういうのダメだって知ってんじゃん。そうなの？え？なんで？ね、いやまだこれだけだったら分かるけどさ、ちょっとライターとかって、いや友達がやれただけだからさ、いちいちうるさいんだけど。その友達知らないの？あなたはね。誰だ？あなたはね。あなた知らないけど私の友達やから関係なくない？いやもういいよ。どうですか？いや結構お便り、切れてみたんですけども、お便りに逆に繰り返されてますね。逆にびっくりしますね。しばらくもうちょっとしたら、はい、そうですね、ネタバラシに行きましょう。ちょっと一回その辺に手をしよう。もしもし、あれなんかめっちゃキレててめっちゃキレて出ていっちゃったんですけど、どうしたらいいですかね。あ、わかりました。はい。え、どういう状況なんですか今。何があったんですか？え、めっちゃブチ切れて帰った。え、帰っちゃったんですか？え、どういう感じだったんですか？え、なんか、え、私もうめっちゃ私怒るタイプだから、反応っていうか、なんか逆切れしたらめっちゃ切れられて帰られました。ちょっと一旦電話してちょっと戻ってきてもらうのにいいのか。お願いします。もしもし、撮影だからさ、戻ってきてくれない？はい、ドッキリでした。はい、僕の方も逆ドッキリでした。え？どういうこと？え、実は知ってて、今度ね、切れたりしないけどちょっと切れてみようっていうしてみました。そういうことね。はい。気づかなかったですか？うんとまちゃん。え、全然気づかなかった。え、でもこっちの作戦的にはやっぱうんと普段怒らないって聞いてるから、うんともちゃん、うん、ちょっと今なんかうんともちゃんが化けの顔がお互い怒んないって聞いてるから、はい、なんかバレるかなとも思ったし、はい、なんかうんともちゃんがめっちゃ逆に切れてるからめっちゃ焦りましたよね。めっちゃ焦りました。えみたいな。本当に切れててびっくりしましたね。そうなんだみたいな。はい、あんな感じでなんか、とは思わなかったですね。はい。どうでした？ぶっちゃけああやっていろいろ言われてぶち切れて出ていかれて、えってなりました。し、私結構言われるのすごい嫌で反応しちゃうタイプだから、うん、ドキリとは知らずにめっちゃぶち切れちゃいました。成功です。ありがとうございました。はい、ということで以上、カバンの中身紹介ドッキリでした。逆ドッキリでした。今日の動画がいいと思ったら、ボタンとチャンネル登録お願いします。お疲れ様。お疲れ様。大変だったですよ、ね、はい、ぜひまた機会があれば声かけてほしいです。ね、話にね、暑かったしね。また頑張ろう。明日から。うん。